なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。はいどうも、金塚くんです。さあ今回もやってまいりました、戦国チャーハンテレビの YouTube チャンネル。ここでいきなりですがお知らせがありまして、なんとうすけさが49のオンラインライブが行われることが決定しました。日程は11月21日。内容などに関してはまた随時このチャンネルや番組の公式 Twitter でもお知らせいたしますので、チェックの方お願いいたしますぞ。はい、そんなわけで今回お送りするコーナーは古田織部の兵家御殿じゃ。偉大な武将の子供は未来永劫お家の不滅を嘱望される宿命にあったと言われている。古田織部の兵家御殿。続き今週もね、超有名武将の二世武将の皆さんです。よろしくお願いします。さあね、早速表現でまいりましょう。テーマはこちら、父親に物申すということでね、まあ、普段ね言いづらいこといっぱいあると思うんで、今日はそれをぶちまけてもらいたいと思います。さあ早速見ていきましょう。こちら、毘沙門天好きすぎってね、もうこれ一人しかおれへんな、はい、これうちの父です。そうやね、はい、もう謙信さん毘沙門天好きやもんな。めちゃくちゃ好きでしたね。あの本気で生まれ変わりだって言ってますし、旗印にもビって書くし、手紙の最後にもビって書くし、ビって呼んだら振り向きますからね。いやいや呼ぶな、もうお父さんそんな雑な呼び方して。そうなんですけど、あの兜の前立てにも毘沙門天の装飾してるし、戦場にも毘沙門天像持ってくんですよ。いやそれはええやないかい、好きなんやから。まあ好きなのはいいんですけど、すぐ出家しようとするから困るんですよ。ああそうなん。はい、その度に家臣団が懇願して何とか思いとどまってもらってるんですよ。あでも家臣団がね一致団結するんやから、それはそれでまたええんちゃん。そうっすね。そうやろ。そうだ。そしてポジティブに、ポジティブに、ポジティブにいきます。はい、続いてこちら、斎藤家捨てすぎ。これね、もう斎藤さんしかおれへんな、うん、はい、これどういうこと。うちの父、斎藤を名乗るのが嫌だったみたいで、ほうほうほう、で足利将軍家から一色氏と名乗る許可をもらって、ずっと一色をしたつって名乗ってたんですよ。はい、まあ斎藤家はね下克上で成り上がってきた家やから、こう権威とか欲しかったかな。それもあると思うんですけど、ほらうちの父、実の父斎藤道三を殺したでおなじみじゃないですか。もうおなじみって言い方どうかと思うけどね。一式を名乗れば、そこが薄まると思った部分もあったんじゃないかと。ああなるほどな、うん、と竹中半兵衛が言ってました。受け売りかよもうお前。いやもうドヤ感すんなっつってんのに、ほんまにずっとやられてんねんね竹中にね。うんうんやないねん。はい、続いていきましょう。続いてこちら、謎の薬を飲ませないでということなんですけども、はい、これ誰。僕です。あ家康さんはもう健康オタクで有名やからな。それが年々ひどくなってきて、中国から取り寄せた医学書を熟読して、自分で薬を調合するんですよ。おえそれ飲まされるん。この前も需要競争にこれ飲めって言われて、飲んだ後に今の何ですかって聞いたら、何だったと思います。急に来るなパス。キラーパス、びっくりするわほんまに。なんやろ、朝鮮人参。オットセイの睾丸です。やめてもう、もうゴールデンの番組で睾丸睾丸やめてよ。ほんと俺か言うてんのな。びっくりした今ほんま。俺が一番言うてたわ、睾丸。はい、続いていきます。続いてこちら、夜にも酒を飲ませて。はい、これ誰。僕です。おお、どういうこと。なんか、北条家では父の言いつけで酒は朝に飲むことになってたんです。どういうこと。まあ、寝る前に飲むと深酒して失敗しやすいんで、まあ、酒飲むなら朝にしろっていうのが父の考えで。あ、なるほどね、一理あるな。でもそんなに夜に飲みたかった。まあ僕の場合は仮に朝に飲んでも、深酒して、まあ、失敗しちゃうんですけどね。あ、なるほどね。夜に飲んでも一緒やったら夜に飲んだ方が楽しいからと。ああ自己管理ちゃんとせえよお前。急に大きい声出したから俺も。俺も俺で俺の口が気になったわこれ。なあ頼むで。続いてこちら、
トイレを山と呼ばないで、はい、これ誰？オイラです。おお、信玄さん何トイレ山って呼んでたん？そうなんですよ、うちの父ちゃんトイレがめちゃくちゃ好きで、トイレで手紙を書いたり、あとはトイレで戦の作戦も立てたりするんですけども、トイレを山、トイレにこもることを山ごもりって呼ぶんですよ。なんで？なんでですよね。で僕もなんでかなって気になったら、謎かけで答えてきたんですよ。謎かけ？謎かけ。え？トイレとかけて山と解く、その心はどちらも草木が絶えぬでしょう。あ、なるほど、匂いの草木と植物の草木をかけてるんや、うん、いやもうドヤ感すごいな。なんで町だったんですよ。なんで町、はい、あ、まんまと聞いてもったわけね、これ、はい、あ、そうなんや。まあね、こうやってね、二世武将の皆さんにね話聞いてきましたけど、なんかあれらしい、視聴者からすごい反響あったんで、まあファンレターもたくさんいただいちゃいましたし、うん、あー、そうなんや。でなんかものすごいねプロジェクト動き出してるって聞いたんやけども。そうなんですよ、ここにいる北条氏政君と今川氏真さんとオイラの3人で歌手デビューすることになりました。そうなん？なんで3人なの？なんでこの3人なのよ。まあ親同士が仲良かったんで、うん、でうちの父ちゃんが知り合いのレコード会社の人を紹介してくれてデビューが決まりました。いやいや、もう見事な七光やんか。いやもう絶対売れてほしないわ。いや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 、そういうグループこそ逆に売れちゃったりするんですよ。知ってる、業界長いから。そんなやつばっかり見てきたわ、ほんまに腹立つ。まあまあ頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ということで踊る表現御殿、来週はどんなくくり武将が来てくれるんでしょうか。また来週表現ましょう。バイバイ。今週の表現大賞はなんと歌手デビューも決まって今ノリに乗っている武田勝頼さん。表現大賞ありがとうございます。僕たちのシングル舞踊人まもなく発売なのでぜひ買ってください。なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。ヨウカ、それは古来より人々に伝わる健康法。もともとつながりを意味し、呼吸を意識することで心と体をつなげることが可能なこのヨウガには、戦国時代の史実をモチーフにしたポーズが数多く存在するのをご存知でしょうか。今日はヨーガを通して皆さんを戦国時代におつなぎしましょう。両足を大きく前後に開き、腰をひねった姿勢で上体を倒します。右手は足首かすねに添えてください。残った左手は天に向かって伸ばし、両腕が一直線に。視線は手の先を見つめるように見上げてみましょう。これが川中島の戦いのポーズです。後ろに大きく引かれたかかとは上杉軍、天を見上げた視線の先には武田軍がいるイメージだと言われています。上にピンと伸ばした5本の指は5回も行われた合戦を表していると言われていますが、細かいざこざも入れるともっとたくさん行われていたとも行われていなかったとも考えられているので、それほど意識する必要はありません。後方の敵に向かって振り返るかのようにひねられた腰は言わずもがな。両者が決着を決意し、唯一大規模な戦いとなった第四次川中島の戦いを表しています。乱戦の中、本陣に突入した総大将の上杉謙信は座った姿勢の武田信玄に切りかかり、信玄は軍配でこれを受け止めました。急に切りつけられて慌てた信玄はきっとこのような体勢だったのではないでしょうか。余裕があれば武田軍の軍師山本勘助が考案した啄木戦法を意識して口をとんがらせてみるのもいいでしょう。このポーズは腰や背中の疲れを癒す効果があるほか、腸の調子を整え便秘の解消も期待できます。水洗のトイレを考案したとされる信玄もこのポーズをした後にトイレにこもったのかもしれませんね。皆さんも武田軍、上杉軍のような様子見ばかりの毎日にさよならして、たまにはこの川中島の戦いのポーズでリフレッシュしてみてはいかがでしょう。
はい、というわけで古田織部の表現御殿二世武将の回を見てもらいました。今回は有名武将を父に持つ二世武将たちがお父さんに辞めてもらいたいことを訴えていましたね。今回はその中から斉藤辰興さんのお父さん斉藤義達さんについてちょっとだけ解説したいと思います。辰興さんがすでにおなじみとして話しているように義達さんは実の父道三さんを殺してるんですね。そもそもなんで実のお父さんを殺害するに至ったかですが、道三さんは孫四郎さんや喜平次さんという義達さんの兄弟にあたる息子たちを溺愛していたんですね。孫四郎さんたちを利口者、義達さんを惚れ者、つまり愚か者と断じてたって言われてるぐらいなんで、よほど扱いが違ったんでしょうね。最終的に義達さんから家督相続権を奪い、孫四郎さんに家督を継がせ、喜平次さんには霊の一式帝を名乗らせたんです。これにぶち切れた義達さんは病を装って、俺はもう死を待つばかりだ、最後に一言言わせてくんねと孫四郎喜平次を呼び出し、義達さんが使いの者を送ってその事実をあえて道三さんに伝えると、あいつマジかとばかりに急いで逃げ出したそうです。そしてついに道三さんを追い詰めた義達さんは長良川の戦いで実の父を討ち取ることに成功したというわけです。一式は足利将軍家の一門でもある名家の姓、それを弟に与えたことが義達さんをぶち切れさせるきっかけの一つになったんでしょうね。その後番組内でも語られていた通り一式義達を名乗っていたという流れになるようですね。というわけで最後に、利口者、仮病で呼び出す愚か者。仮病で呼び出されて殺されちゃったって聞くとどっちが利口だったんだかわからなくなりますよね。正直お父さん見る目なかったんじゃないかななんて。はい、本日はここまで。最後まで見ていただきありがたき幸せ。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方お願いします。チャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。そして11月21日土曜日に受付坂49のファーストライブ初陣をオンライン